ショワズールは、フランス、グランテスト地域圏、オートイコールマルヌ県のコミューン。正門の東40キロメートルのところにある村である。村は、同じ名前の輝かしいショワズール家の発祥の地である。ショワズールは、バシニー地方に属する。オートイコールマルヌ県とボージュ県の県境から、数キロメートルである。村の北側にあるサンニコラの丘は、標高が400メートル以上である。 ムーズ川の水源は村から1 5キロメートル離れたところにある。伝説によると村の名前はウェルキンゲトリクスに追うところがあるという。自らの息子たちを連れて行く場所に村の北にある丘を選んだ。よって手話ディー・ウン・スールと呼ばれたという。しかし、ウェルキンゲトリクスがフランス語を話せなかったことは確かである。フランス語が登場したのは中世初期だからである。 他にはかつて、ショワズールの城、輝かしい一族のゆりかごがあった。フランス王国と神聖ローマ帝国の境界にあった、ショワズール男爵領は誰もが渇望する位置を占めていた。1573年、ショワズール城は、シャルル旧世の軍によって解体されてしまった。ユグノたちがここに逃げ込んでいたからである。1636年から1639年の間、 ショワズールではペストが流行した。17世紀の30年戦争では、クロアチア人とスウェーデン人が村を占領していた。1665年、ショワズール家は公爵家に取り立てられた。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに住所登録をする者の重複分を除いたもの。それ以降は、当該コミューンの人口統計によるもの。 1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降は NSEE。ありがとうございます。